皆さんこんにちは、Bレジェンド栄養士の板垣です。皆さんこんにちは、Bレジェンド管理栄養士の堀です。はい、堀ちゃんが来てくれました。はい、はい、今日はですね、結構苦労して作った、プロテインスイーツです。プロテイン入りの羊羹作ってみました。いや素晴らしい、和菓子ね、和菓子好きな方多いんじゃないですきっとね、なんかBレジェンドのお客さんって和菓子が好きな方すごい多いかなというふうに思うんですけども、はい、これすごいかなり試行錯誤して作ってやったのをもう肌で見てたのでこうして出来上がったのがね、やっと食べれるんで嬉しいです。なかなかね、会社の冷蔵庫の温度とねすごいあとレンジとかにもすごい悩まされて、本当にね、その2つの風には意地悪されたなと思うんですけども、はい、苦労して作ったものなんですけども、うん、はい、ぜひ食べてもらいたいです。はい、はい、では、はい、せーの、いただきます。ありがとうございます。よっしゃ、すごい、はい、結構がしっかりしてます。ちゃんと固めてきました。じゃあ、いただきます。はい、うん、どうでしょう。うん、お、うん、うん、あ、よかったです。ちゃんと羊羹ですか。うん、わかんないですね、これはプロテインって。なんかいつも言ってる気がするけど、これは本当にわかんない。あ、今回ですね、抹茶のチャチャチャ風味、一杯だけだとすごく抹茶の風味が落ちてしまうのと、羊羹の色があんこの色と合わさった時にちょっと あんまり綺麗な色にならなかったので、うん、2杯、ちょっとクロスプーンで2杯分入れています。うん、うん、うん、よかったです。で、これ作るポイントなんですけども、私も散々失敗して気づいたんですけども、2つポイントがあって、で1つがちゃんと寒天を、熱することですね。今回ちょっと簡略バージョンで、レンジで 何回かに分けて温めるところがあるんですけども、そこでもし固めにくい方がいたら、もうお鍋使って沸騰させてしまった方がいいですね。うん、でしっかり沸騰させて何分か加熱してもらうことで、ちゃんと固まるようになるのと、あとポイントの2つ目がちゃんと冷蔵庫で冷やすっていうことですね。うん、でちゃんと冷える冷蔵庫を使ってください。というのも、会社の冷蔵庫がですね、なかなかなんかこう冷たいは冷たいんですけども、またちょっとなんか人が入っても住めるような感じの冷たさなのでちょっとね、ぬるい感じだったので、はい、なのでね、ちょっと肌寒い日かなっていうぐらいの温度なので、うん、はい、しっかり家の冷蔵庫で冷える、まあ冷蔵庫の強度調整できるかと思うんですけども、うん、それでしっかり冷えるように設定していただきたいと思います。ただ、冷凍庫は使わないようにしてください。固まる通り越して凍っちゃいますので、お気をつけください。すごい、抹茶もあんこの味もちゃんとどっちもしてます。あ、よかったです。あんこはこしあんを 100g 使っています。私、羊羹の中でも水羊羹が好きなんですけど、はいはい、それに近い感じ、あ、水羊羹っぽい感じがします。確かに水羊羹に近いかなっていうのに、うん、さっきもちょっとこっそり試食したんですけども、そんな感じの印象を受けました。うん、これ他の味で作るとしたら、激うまチョコ風味とか、ね、うん、チョコレート羊羹とかにしてもらっても美味しいと思いますね。あとなんか和風のやつ、春の桜餅、はい、あ、いいね、まあ、絶対合うと思います。あ、もう力餅の桜餅風味が出た時には、うん、ぜひやってみたいですね。うん、あ、絶対合います。うん、あ、今日完食で、うんうん、ありがとうございます。完食です。はい、はい、ありがとうございます。日本茶が飲みたくない、ね、あ、日本茶すいません、ちょっと用意が行き届いてなくてとこれでね、毎年年末の大掃除の時に、うん、なんかこうちゃんと普段から掃除しとけばよかったなって思うことがすごく多いんですけど、うん、なんかこう今ぐらいから掃除始めようかなって思ってるところで、なかなかね、掃除って進まないんですよ。うん、でなんかこう捨てたくても捨てれないものとかってあります？私、基本的に物が多いのが落ち着くタイプなので、結構捨てるのが上手じゃないんですけど、捨てたいけど捨てられないものって言ったら、まあ、思い出の品とかちょっと置いといて、うん、ショップ袋とか、ちょっといいお店でお買い物した時の紙袋とかが捨てられないですね。あとはもうリボンとか、そういうのがすごい、
取っといちゃうんですよね。いつか使うんじゃないかなみたいな。なんかちょっといつかこの漫画返す時にその綺麗な袋で返したいみたいな。で結局そのタイミングになった時ってなんかその気に入ったお店の紙袋だから使いたくないんですよね。そうなんかこう3番目ぐらいにいいやつで返すのめっちゃわかります。結局その時使いたくなくて取っといちゃうみたいな。で一番がすごいたくさん溜まっていくみたいな。そうなんですよ。捨てたいけど捨てられないっていう。どれぐらい溜まってます？でも10枚ぐらいはあるんじゃないかなっていう感じですね。結構ありますね。うん、そうなんですよ。結構ね、この会社ってあの漫画好きな人が多くって、あの漫画の貸し借りすごく盛んに行われてるんで、結構10枚さばくの結構大変ですよね。そうですね。まあ、コラボとかもいろいろさせてもらってるので、その原作読まねばみたいなので、漫画を結構借りることが多いんですけど、まあそのタイミングでもあまり使わないですね実際。なかなかね。でも最近はもう裸のままで返すみたいになってますしね。もうそうなっちゃってますね。なんかいつ消費できるのかなってところですよね。田垣さんは何かあります？思い出品はちょっとカウントせずに考えて、で、靴ですね。なかなか大きいものなので捨てにくいなっていうのがあって、靴わかるな。でもなんかまだいけるとかまだ履けるとかなって、もう私ちょっと歩く時ガニ股なので外側からすごいかなりすり減ってるんですよ、うん、で明らかすごいもう角度がついてたりとか、下のなんかこう底っていうんですかね、靴の、それが結構もう穴もうなんかすり減って穴が開いていて、でそこになんかもうひどい時どんぐり詰まるとかあるっていうような状態なんですよ。捨てよう。まだ行けるとか、なんかこう遠出の時一番これが歩きやすいとかでもう取っといちゃうんですよね。でも分かりますね。ちょっと近しいものがあって、私高校の時陸上部だったんですけど、ランニングシューズって結構消耗品なので、もうなんだろう、どれぐらい、もう半期に1回よりもっと早いペースぐらいでいろいろ買い替えるんですけど、それがその先代のランシューが捨てられなくって、なんか5、6足溜まって、そうなんかこう、ね、思いがこもるじゃないですか靴って。こだわりもあるし、めっちゃわかります。なんかこうその時の使ってた時のこれ何大会出た時の靴やとか、そうそうそう、なんか泣きながら泣く泣く捨ててみたいな。それ捨てれないですね。そうでも絶対使わないんで捨てなきゃいけないんですけど、そういうのわかります。なんかこう食べ物の話の後にちょっと臭い話ちょっと申し訳ないんですけど、なんか私も高校の時に部活でもチアリーディングやってたんですよ、で靴本当にボロボロになるまで使うので3年間なんか2回ぐらい潰してるんですけども、やっぱり同じ思い出があって捨てれないんですけども、ちょっと匂いが気になるっていうこと で、まあ、確かに母親に本当に再三捨てろ捨てろって言われたんですけど、絶対鼻咲かなかったら当時飼ってた犬がそれを気に入ってもう寝床に持ってっちゃったっていう。でもね、それがなんかこう部活の思い出からもううちの飼ってた柴犬が大好きだったものということで、ちょっともうさらに手放せなくなってしまって、悪臭とともに我が家に置いております。あ、まだあるんですね。はい、あります。というね、すいません、なんでこの話をどうしてもしたかったのか分かんないんですけども、ちょっとしてみました。でもなんか板垣さんものすごい断捨離してる時ありましたよね。あ、もうね、本当にめっちゃ面白かったね。なんか去年のオールジャパンの前に急になんかこう、いろいろすっきりしないから捨てようと思って、体重もすごい停滞してたからもう心機一転と思って断捨離の本を読んで、ときめくものだけ手元に残してあとは捨てるっていうところがあったんですけど、服をその方法で捨てた時に、なんかね、紫色のノースリーブのポップスとで変な花柄 のワンピースだけ残って、あと全部捨てるみたいなことになってしまって、で気が付いた時、私こんなダサい服しか揃わなかったみたいな感じで、そう結構派手な紫のタンクトップでしたよね。結構ね、なんかそれしか残んなかったっていう。めっちゃ面白い。ビタミンカラーぐらいのなんか紫色のポップスを着て、面白かったですね。急いで服を買いに行ったことがありますね。思い切ったやるタイプって感じですね。そうちょっとね、結構掃除ってそんな感じじゃないですか。なんか火がついたうちになんかいろいろやるぞっていうような、突然火がつく時ある、ある。
もうちょっと何を食べたか忘れかけたんですけども今日はプロテイン入りの羊羹を作りました。でスペックなんですけども、最初に作った大きなタッパ、切り分ける前の大きな一つ分ですね。で、総エネルギーが410キロカロリーで、タンパク質が 53.7g、脂質が 3.5g で、炭水化物が 40.5g です。これを、8個に分けたうちの2切れですね。4分の1量で、102.5 キロカロリーで、タンパク質が 13.4g、脂質が 0.9g で、炭水化物が 10.1g です。おー。はい、結構めちゃくちゃヘルシーじゃないですか。102.5キロカロリーだって。結構ね、羊羹ってトレーニング前とかに食べられてる方多いと思うんですけども、まあ、結構糖質源だけで食べられる方が多いかと思うんですけども、プロテインが入ることによってバランス整うので、うん、こういうものを前後で食べてもらうとすごく効率いいかなっていうふうに思います。やっぱり糖質とタンパク質は相性がいいんでね、一緒にとって、はい、一石二鳥みたいな感じですね。すごい食べやすかったんで、結構ハードなトレーニングした後でもつるんって食べれちゃうと思います。本当です。はい、はい、では、この抹茶のチャチャチャ、抹茶のチャチャチャ風味を使った、プロテイン入り羊羹を、ぜひ作ってみたいと思った方はグッドボタンを、あとチャンネル登録もお願いします。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。さよなら。